群青のファンファーレについてちょっとだけ語っておきます。まあ、競馬をのジョッキーを目指すアイドル崩れの話なんですけど、まあ、正直な話言ってしまうと、まあ、クソアニメ扱いされても仕方ないとは思う。ただ、ワシカバや境界線機よりは全然比べ物にならないよ。まあ、せいぜい東京24区ぐらいだと思います。うん、まあ、あっちはまだ筋取ってたけど、なんか、まあ、東京24区と群青のファンファーレはなんか近い枠に見える。うん。まあ、女性ファン向けなんだろうかなってのは思うんだけど、まあ、そういう問題じゃないかなって気もする。まあ、ヒロインたるものっていうアイドルアニメは面白かったからね。うん、男アイドルもの。うん。まあ、ただまあ、こう、残念なオリジナルアニメ作ってこそのアニプレさんだから、まあ、そういう意味では向き合いながら行きたいなって。JO1 か。うん。いや、正直ね、グンフフはね、なんか、最初期待してたんですよ。まあ、最初、僕の、うちのチャンネルの最初のレビューも、そんな悪い印象じゃなかったでしょ。まあ、あの時点から嫌な予感はしてたんだけどね。うん。まあ、思うに、こう、男アイドル系のものがすごく中途半端だったなって思う。まあ、だって、同じ男アイドルものの、あの、ヒロインたるものは結構面白かったし、ちゃんとあれは筋通ってたしね。うん、こう、アイドルから、ジョッキーやるっていう、そういう感じの中途半端さっていうのがすごくあれだったし、主人公、ゆうたが、なんか、アイドルと掛け持ちすんなっていう、そういう話あったんだけど、まあ、ほんとそれ、批判してる側の方に感情移入しちゃうっていうか、そういう感じのはあったと思うし、しかもこれを長くやってるっていうのがダメだったね。ただね、うん、こう、トレセン学園行って、オリジナル馬の、キスケっていう子が、馬がいるんだけど、そのキスケ編をやってた頃はそこそこ良かったっていう、そういう見どころ自体は全くなかったわけではなかったっていうのはありますね。まあ、結局なんか馬娘の延長として、まあ、ちゃんと馬と、それに付き合う人を見なかったってのもあるし、まあ、そう考えるとなんか馬がちゃんとメインキャラになってほしかったってのあるんで、まあ、キスケ、その馬のキスケにしたって公式サイトに名前もないし、もう、そういう意味ではもう人、まあ、別にジョッキーをメインにするっていうのは悪くなかったと思うんだけど、そのジョッキーをメインにするにしても、あれ、うん。まあ、結局、そう、競馬ものだから、やっぱ馬とのコミュニケーションってやっぱ必要になってくるんじゃないかって思うし、まあ、そこら辺ちょっと、まあ、人だけにやっちゃうと、それ馬でやる必要がないっていうか、ドラマになんないって感じもある。だから最終話とか、なんか、こう、響かなかったって感じであるし。JO1 さんのファンだったらどうかわかんないけど、まあ、その辺についてはちょっと見てないですけど、まあ、馬の、関連で見るってなると結構残念だった。全身の CM アニメが面白かっただけに、本当に残念だったっていうのはある。ただまあ、アニプレってこういうアニメ作るってこそのアニプレだよねって思うこともあるし、まあ、うん、まあ、いろいろとこう、ヘイト管理みたいなところもあるんじゃないかなと思う。まあ、来期はリコレスリコイルとエンゲージキスっていうアニプレの、まあ、可愛い女の子系のあのバトル漫画、バトルアニメみたいなのやるけど、その辺どうなのかなっていうのはまあ気になるけど、まあこういうのがあってこそのアニプレだよねって思うし、まあ、群青のファンファーレこうダメなアニメだと思うんだけど、ただまあ突き抜けてはいないっていう、そこだけは言いたかった。うん。まあそんだけです。以上です。